埼玉スーパーアリーナを会場に競技がスタートした世界選手権2023 WBC での日本の王者奪還と、りくりゅうペアの好発進に沸いた3月22日には女子のショートプログラムが行われ、坂本花織選手が首位、三原舞依選手が3位と好発進となっています。21日までには4回の公式練習が行われており、このカテゴリーに出場する坂本選手、三原選手、そして渡辺倫果選手がそれぞれ調整、時折笑顔を覗かせてくれ、リラックスした状態となっており、ファンの方々からも期待の声が寄せられていました。35選手が出場するショートプログラム、25番滑走として登場したのは渡辺選手。黒と赤の衣装を身にまとい、大歓声の中、情熱的なロクサーヌのタンゴのリズムに乗り演技をスタート。しかし残念ながら冒頭のトリプルアクセルで転倒があると続くジャンプでもミスが。その後は流れるようなコンビネーションジャンプや美しいスピンなどで見せ、会場を沸かせ力強くフィニッシュした渡辺選手。演技後は悔しさと疲れを見せており、この演技で 60.90 点で15位通過となると、フリーでの挽回を期待されていました。続いて31番滑走には、今シーズンのグランプリファイナルを制した三原選手が登場。戦場のメリークリスマスのピアノのリズムに乗り、軽やかにダブルアクセルを決めると、次々と滑らかなジャンプや華麗なスピンなどで見せ、優しい雰囲気に包まれた会場。中盤からは会場からの大きな手拍子に乗り、ギアを一つ上げると、今シーズン世界を魅了してきた圧倒的表現力を見せた三原選手。その完璧な演技に自身も思わずガッツポーズをし、涙ぐんだ三原選手には 73.46 点が与えられ、3位通過となっていました。そしてこのカテゴリーの日本勢最後として、前回大会女王で2連覇を狙う坂本選手が登場。ジャネット・ジャクソンメドレーのリズミカルな曲に乗り、豊かな表現力と幅のあるジャンプで会場を沸かせると、自然と湧き上がった手拍子に合わせて華麗に舞った坂本選手。リズムが変わる中盤も圧倒的運動量とキレのあるスケーティングで観客の方々を魅了すると、自身も納得のフィニッシュだったのか小さくうなずいた坂本選手。この演技で 79.24 点が与えられ、見事首位通過となり、フリーへ折り返していました。この日本勢の活躍にファンの方々からは、世界の花織坂本は圧倒的強さだし、舞ちゃんは天使だった、やっぱスポーツはいいね、元気をもらえる、などといった称賛や祝福の声が数多く寄せられ、涙が枯れる方々が続出しているようでした。なお続く女子のフリーは1日明けた24日17時20分から行われることとなっており、渡辺選手を含めた日本勢3選手の表彰台乗りに期待の声が寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。やっぱスポーツはいいね、元気をもらえるから涙が止まらん。女子のショートは舞ちゃんの演技に泣いて、香織ちゃんの演技に元気をもらった。フリーも頑張れ。やっぱり世界の香織坂本は圧倒的に強かったね。選曲がジャネットメドレーとかおしゃれ、振りがかっこいいし、全てにおいてパーフェクトで圧巻の首位通過。
やっぱりカオちゃんは頭一つ抜けたね。でも上位は混戦だから勝負はフリーですね。坂本香織が可愛かった。ペッパーミルやってた。かつてジャネットをここまで格好よく滑りこなしたスケーターはいただろうか。今さらだけど、なんで80点くれなかったの？80点あってもいいだろう。あの演技は素晴らしすぎたよ。三原舞依さんの演技もうめちゃくちゃすごい良かった。最後ガッツポーズ出てたね。すごい楽しそうに滑ってた。やっぱ舞依ちゃんの演技好きだ。冒頭の表情から泣けた。なんて滑らかで透明感なんだろう。表情の妖精三原舞依、ブラボー、涙が止まらん。ずっと出たかった世界選手権、表彰台乗ってほしいな。舞依ちゃんの演技は可憐で大好きなのよ。もっと点数あってもいいのよ。滑る前から演技を終えてもずっと感無量で大号泣でした。今までの積み重ねを考えると胸がいっぱいになって。リンカちゃんのロクサーヌジャンプは悔しかったね。前半にほんのジャンプは残念ですが、最後まで魂こもってました。まだまだフリーで挽回だ。ジャンプ惜しかったね。最後のコンビネーションは素晴らしかった。かっこいいロクサーヌだったし、フリーでも期待しています。